ナミさん、ペイパルがビットコインをはじめとする暗号通貨ね、これの決済を開始したこと本当に良かったですね。こういったニュースが始まったってことは、まあ別の企業も追随すると思うんですけども、もともと暗号通貨を仕掛けていた私たちからするとですね、ついに時代を先取りしたなと、先行者利益を得たなっていうところでワクワクしますね。もうすでに暗号通貨を使っていて持っていて、こういった事業者が参入することによってね、通貨としての信任を得て、これから私たちの考えてっていうような、お金の流通っていうのの形が変わるってこと、非常にね、嬉しいなと思いますね。いや、もうそれ以外に言うことはないです。ペーパルがオンライン決済だけとはいえね、こういった暗号通貨の決済を可能にしたと。ペーパルってのはね、世界のお金の流通を握っている数少ない、そういった会社ですからね、すごいですよね、やっぱりね。ある意味銀行以上の機能を持ってるのがペーパルですからね。まさにペーパルと暗号通貨っていうのは親和性がものすごく深いと思いますので、今回の決断で時代がまた大きくね変わったんじゃないかなと思います。そして体の枝もペーパルで使える、そんな日が来ることを夢見ていますね。はい、ありがとうございました。